こんにちは、竹下敦史です。今回ね、ちょっとラジオコントロールカーの世界選手権での裏話をお話ししたいと思います。スロバキアでね、行われた世界選手権に、私、行ってまいりました。X レイのね、本拠地だったんですが、非常にいい世界戦でした。その時のね、お話なんですけど、私たちウーリーでね、作っている、V1 スプリングというスプリングがございまして、これはまあ、はっきり申しまして、アソシエイテッドの V1 スプリングに極めて似せたものです。これを作るのにはね、大変長い時間がかかりました。そしてね、私がいた席というのは、三和電子さんのね、内田さんと一緒にブースを出していたんですが、目の前にアソシエイテッドのチームがずっとピットを構えてたんです。で、私たちのね、作った、V1 スプリングを、まあ、ちょっと試してみてくれないかという話をしたら、まあ、快く引き受けてくれて、まあ、特化引っかやったわけですよ。で、スペンサー選手がね、スペンサー・リプキン選手が非常に速くて、スペンサー選手もね、その前に世界チャンピオンになっている時が、ヤタベアリーナで行われた人工芝の、ね、世界戦の時で、あの時は見事な走りでワールドチャンピオンを獲得しました。で、彼がね、私に、アツシが来ているから今回は多分2区は僕がワールドチャンピオンで、4区はブルーノだと思うよって、なんでって聞いたら、だってあの時アツシがいたから僕たちは勝ってた、今回もアツシが来てるから多分2区は僕で4区はブルーノだわ、面白いこと言いますよね。そこでね、私はまあいたずら半分ですけど、彼のボディにね、うちのウーリーステッカーを貼ったんです。そうしましたら彼がね、コリコリコリってこう、まあ、ステッカー剥がしたわけです。まあ、当然ね、契約の問題とかございますんで、それはやっちゃいけないことなんですよ。まあ、私もそれは、まあ、冗談でやったことなんです。で、私ね、まあ、これ病気なんですが、睡眠障害という病気でいきなり寝ちゃうんですよ。こてって寝ちゃうんですね。で、アソシのピットの横で私寝ちゃったんですよね、ぐーっと。で、目を覚ましたところ、アソシエイテッドのチーム員がみんな僕の方を見てね、笑ってるんですよ。大爆笑ですよ。で、なんだよと思って、なんだよって、アソシのピットに行ったら、写真を撮ってね、見せられまして、ん?と思った。見たところ、おでこにアソシエイテッドのステッカーがあったんです。まあ、彼らのジョークっていうのはね、非常に面白いですね。私のおでこにステッカーを貼られていることはね、全く気づかずに、アソシのピットに向かって、何か問題でもあるかなって言ったら、おでこにアソシエイテッドと貼ってあったんですね。彼らね、非常に陽気で面白いです。ラジコンはね、とても楽しい、素晴らしい趣味です。当然ね、アソシエイテッドのチームにプロのドライバーが多いわけですけど、プロのドライバー、それも重要です。しかしね、やはりただ楽しんでらっしゃる方、今公園ではできないのかな、サーキットでね、楽しんでらっしゃる方、ぜひね、自分が上級者だと思う方はね、ぶつかりそうになったら絶対に自分が避けるんだというつもりで走ってください。初心者の方はね、うまく避けてあげようと思っても、それが相手の動きに意に反してぶつかってしまうことあるんですよ。それでもね、自分が上級者だと思うんであれば、文句を言うことなく避け切ってください。それが上級者というものです。そしてね、ピットに戻ったら自分から一言ね、ピットに行ってごめんね、ごめんなさい、その一言がね、サーキット全体をね、コース全体を和やかにします。
そうすることでね、また初心者の方も、あ、楽しかったな、自分もこのコース走っていいんだ、このコースの一員なんだ、そういうふうに思っていただけることでね、また来てくださる、そして上級者もそれが練習になる、そういうことの積み重ねでコースというのは成り立っています。コースをね、運営されている方はヒューディアリーナであればね、XA です。そして各サーキットさん、ショップさんいますが、皆さん本当に努力されてますから、ラジコンがね、できるのが当たり前だと思わないことです。今ね、とてもラジコン人口少なくなってます。とても残念なことですが、それがね、少しでも増えてもらうためには、初級者もしくはこれからやろうと思っている人たちに、それがとても素敵な趣味だと、そう思っていただけるように、みんなで努力しましょう。私も努力しています。皆さんも努力して、一緒に楽しいラジコンをね、もっともっとこの世の中に、世界にアピールできるように頑張りましょう。それではね、ちょっと私の、まあ、間抜けなお話を交えながら、お話ししました。それではまたお会いしましょう。竹下敦史でした。